き。おっかあはいつもフキのことを思っています。7歳のお誕生日おめでとう。元気に学校通ってますか？フキさんのお母さんなんてもう帰ってこないのに。もうすっかりネーネーになったことでしょうね。手紙破ったりしたこともあったよ。おじい、私ね、東京行きたい。ダメなものはダメだ。ただ会ってお礼を言いたい、それだけでもダメ？手紙を届けるのが我々の仕事じゃないですか。あなたを誰よりも愛するお母さんより。